さなきゃな。シアターに行こう。的中。アンダーグラウンドだらけだ。アンダーってよりオーバーグラウンド。うわ、今のジョークのつもり？帯電バリアだ。いた。かなり凶悪。今の300キロジュールってスーツに表示されてるぞ。なのにいただけ。生体電気の特典ってやつ？どっか外に電源があるはず。はい、ということでね、スパイダーマンやっていきたいと思います。今回パート7ですね、よろしくお願いします。といった感じでね、もう大体あの PS5 の操作にも慣れてきましたんで、もうね結構ね上手くなったとは思う。誰かさんがタワーに侵入したから警戒してるのかもな。誰だっけな。ここいい場所だね。バレた。怪人気についてないの。オッケー。かっこいいねこの夕日。狙われてる。射撃の。隠れながらやるしかないか。命中率やば、こいつ。やった。勝った。ジェネレーターのエネルギー吸い取ろう。あ、こっからいろいろ飛ばせたのか。よし、空っぽ。気分最高。それじゃ他のも。向こうだね。あった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 。隠れながら。これをね。入って入って入って。もう少し時間はかかるけど、もう少し入って完成したら。オッケー。ほら、また。電力もらいます。ごちそうさまでした。と。あとはあの上か。これはもう走っていくしかないな。先にこっちの上の敵を倒さないと。
て倒す。さよなら。あともう一つ。慎重に。こっちだね。ジェネレーターの電源を切る。下だね。ないよ。アンダーグラウンドさよなら。ジェネレーターもさよなら。オゲイ。バリアは電力ゼロ。それじゃ破壊する。よっしゃ行こうか。L2 四角バセベノムスマッシュ。あれってメインホールへの通路だよな。もう通れないけど。だね。階段とかエレベーターあるはずだよね。ああ、例えばあのエレベーター持ち上げる？L版。あ、こうか。ああ、なるほど。思ったんだけどさ。フィンにスパイダーマンだって打ち明けたら。いやフィン、嘘ついて入隊しただけじゃなくて実は僕が邪魔してたんだよねって。じゃあちょっと打ち明け方は考えとく。あーちょっと手こずりましたけど。あの巨大な走行サイロは怪しい。ここじゃ俺のゲーミング PC もしょぼく見えるな。だね、ザ・スーパーヴィランの隠れ家って感じ。この巨大な走行コンテナみたいなの見えてる？怪しさゼロって感じ。ニューフォームの隠し場所？そんな気がする。コンテナからケーブルが出てるな。もしかして。これ怪しいね。1個目。他のも起動してこう。なんで正体明かした方がいいって思うの？言えばフィンがぶち切れるって思わない？プラスとマイナス上げてこうぜ。プラス、フィンはお前の親友、俺以外のな。マイナス、フィンはティンから。プラス、こそこそするより話す方が断然楽。マイナス、もう一人のスパイダーマンとの約束、正体は誰にも明かしちゃったね。俺には明かした。戦ってるのがお前だって気づけばティンカラーでいることを考え直すかも。そうかもね。おお、あとは向こうかな。これこれだ。あ、そういうこと。
誰もいない。少し調べてみよう。ああ、そういうこと。直には繋げられない。中継コネクタを使って連結できないかな。こうか。三つ目、あと一つ。あと一個はどれだ。上のこれ怪しいよね。だいぶ前からここにいたんだ。調べてみよう。電力源を見つけてコンテナにつなげる。ケーブルが鍵になりそう。辿ってみようかな。あ、これもしかして。これ？ギアを使って幕を上げ下げする。ジェネレーター入れればフィンの装置を使えるかも。ああダメだ。スーツでジェネレーター探してみよう。ニューフォームのありかがバレないようにロクソンに嘘の情報を流してるのか。さすがだね。ここにねあるんだけど、これをどうやって これでいいか。できたー。さあ。いい音したよね。スーパーコンピューターチェックしよう。チェックしよう。フェイン、何が狙いなんだ。ニューフォームにエネルギーを送ってる。
ベノムみたいに暴走させる気だ。そんで橋爆破しただろ。てか劇場爆破するつもり？劇場じゃないよ、ロクソンプラザ。あ、何それ、そんなひどすぎだろ。まだ開いてないから犠牲者は出ないはず。でもこんなのダメだよ。こいつはいただいてくる。出てきてよ。まずい。知れ、奴がいるはずだ。ニューフォームを手に入れなきゃ。まずはグロースティック軍団の討伐と。万が一フィンの言う通りでこれがロクソンを倒す最善の方法だったらどうする？フィンはただ窓を割ろうとしてるわけじゃなくて、うちの近所の建物を爆破しようとしてるんだよ。計画が少しでも狂えばみんな苦しむ。そんなの危険すぎるよ。確かに。じゃあニューフォーム運び出そう。よし、じゃあ行きましょうか。びっくりしちゃった。痛い。あとね、こっち側にいるね。足でレスが体調崩したって。ああ、そうだよ。ディスクタワーの時みたいにここも閉鎖してやる。おりゃ。そこで寝てて。ね、ちょっと一体出そう。このゲームは銃使う敵がね、厄介ですね。なるほどなるほど。それもっかい。2体出して。
正気？話したいだけだって。おーやばい。待って。UFO も差し出せってありえないな。ガンケ、ピン見つけたよ。どうなってんだ。うわうわ。持ってかれたからマハッタン銃追い回してる。マジかよ。行った。どうやって止める？ステップ1捕まえる。ステップ2また連絡する。あほら早く行って。来るな。お前には関係のないことだ。クッサー、あ、頼むから話聞いてよ。そっちこそ隙間というのはもうやめにしろ。なんであんなに元気なの。かなり最悪の展開。今どこだ。暴走してんじゃん。爆弾避けてる真っ最中。作戦変えなきゃ。ガンケのアイデアで行く。正体明かすのか。そう、捕まえたらね。リンから話したいことがあるんだ。止まって。そんなバカなまでするか。損はさせないから約束する。邪魔をするな、スパイダーマン。うん、危ねえ。華麗にかわしていかないとね。やばいやばいやばい。ブレーキだよね。邪魔をするなと言っただろう。何これ何これ。え、うわうわ、なんでこんなの発明したの。うわうわこれどうやって壊すん今。あっ、貴様を生かしておく理由がどこにある。殺せば母さんが悲しむ。マイルズ、話を。そこにいる二人、動くな。今のイマイチだったよね。ああ、肋骨折られた。三本も。フィンとうまくいった。あんまり。まだ家にいる。実は今自分家。来週親が戻るから掃除してんだ。でも戻ってもいいぜ。うん、平気。また後でね。どうしよう。あのおじさん、あのさ、アドバイスが欲しいんだ。何についてだ。ほら、いろいろとさ、時間ある？用事を片付けたらかけ直すよ。ありがとう。また後でね。フィンもニューフォームも情報ゼロ。アーロンおじさんに会うまで時間潰そう。はい、ということでね、今回は、アーロンおじさんにね会うまでにちょっと一旦休憩しようかなということで、ここで終わりたいと思います。次回はこの次からやっていきますので、またご視聴よろしくお願いします。といったところで、次回の動画でお会いしましょう。親愛なる皆さんへ。